メッサー・シミット・ミー163、ミー163コメート、メッサー・シミット・ミー163コマットは、第二次世界大戦時に、ドイツ空軍が開発した、航空機史上唯一の実用ロケット推進戦闘機。コメート、コマットとはドイツ語で、水星、英語では、コメットの意。ロケットエンジンを、動力源とした、航空機の開発は1920年代には、 各国で行われていたものの、初期のロケットエンジンは燃焼の制御が難しく、実験は常に爆発の危険が伴うものであった。1937年に、ドイツのベルナー・フォン・ブラウンが、エチルアルコールと液体酸素を推進剤とした、水力 300kg の液体燃料ロケット A1 を開発すると、これに着目した、ハインケル社のエルンスト・ハイケル博士により、 BF-109 との正式採用争いに敗れた自社の単発単ザレシプロ系 HE-112 にこれを搭載した。1937年6月には離陸から着陸まで全てをロケット動力のみで行う純粋なロケット飛行に世界に先駆けて成功しロケット飛行機の実用化に宣弁をつけた。Me163 誕生のきっかけは1938年。 ドイツ滑空機研究所のアレクサンダー・リピッシュが製作した無病気モーターグライダー機 DFS-39 にヘルムート・バルターの開発するを主成分とするとヒラ・ジント・メチルアルコールを主成分とするを使用する HWKR-1 バルター式ロケットエンジン搭載テストをドイツ航空省が申し入れたことによる逆にリピッシュ側から売り込んだとする資料を盛るこのロケット機は DFS194 と命名されると、1939年1月、空軍の計らいで、部下10名を引き連れて、メッサーシミット社に入社したリピッシュは、自らの頭文字から命名した、L 部門なるロケット機開発部門を組織して、製作に当たることになった。ハインケル社によって、同時期に開発が進められていた HE、HE176 は1939年6月に、 初飛行を成功させたものの、ドイツ航空省からは開発打ち切りを告げられている。これに対し d EFS194 はメッサーシミット社で開発が続けられ、1939年末に初飛行を成功させると、ドイツ航空省は続いて試作機3機の発注を行い、これらには B163AV1V3 という正式名称が預かられた。 ロケット戦闘機開発において、ハインケル社とメッサーシミット社で明暗を分けた形になった。このことには多分に政治的な理由も考えられるが、HE176 の直線翼などの従来の航空機とあまり違いのない設計に対し、ムビ病ク機というリピッシュ博士の設計の先進性が発注の理由となったとも考えられる。 DFS194 の改良型である Me163A は1941年の滑空テストでは大無事に最大速度時速 855.8km を記録して空力的な設計の確かさを証明すると遅れて完成した HWKR2 から203を搭載してロケット業を成功させた1941年10月のテストでは 最大速度時速 1011km を記録した。この当時としては破天荒な高速性能を受け、ドイツ航空省は実用化を決定し、先行量産型 Me163 バイトから例を70機発注した。研究機の意を出ていなかった Me163A に対し迎撃戦闘機としての実戦配備を前提とされた Me163 バイトは Me163A と 機体サイズはさほど変わらないものの全面的に再設計が行われた。ロケットエンジンの強化、燃料タンクの大型化、無線装置など、諸装置の設置、機関砲の搭載などが行われ、正式番号は同じものの全く別の機体である。ロケットエンジンの開発は遅れていたが、1942年4月には、m 百1 6 3バイトから例の1号機が完成した。ところが、 開発者であるリピッシュ博士とメッサー・シミット博士は意見の違いから衝突を繰り返し1943年5月にはリピッシュ博士は部下と共にメッサー・シミット社を退社してしまう。ながその後も開発はメッサー・シミット社のスタッフによって続けられた。リピッシュ博士はその後オーストリアのウィーン航空研究所の所長に就任してムビヨク機の研究を続け、 彼の提唱したデルタ翼機は第二次世界大戦後のジェット機開発に大きな影響を与えることにな。YouTube の動画 https://www.youtube.com/.watchv=wnwqcr8 との連合軍は Mi-163 の驚異的な上昇力と高速に驚愕したものの、高速距離が極端に短いことが判明し、Mi-163 が配備されていた二つの飛行場を避けて通るようになった。こうして、Mi-163 は快適することもできなくなった。飛行場を移そうにも、Mi-163 は高温の燃焼ガスを、 紛失するため滑走路はその対策を施したものでなければならず燃料と酸化剤も特別な保管施設が必要なため移動は困難であった。またその燃料と酸化剤は爆発性と腐食性が極めて強く搭乗員や整備員は被戦当時も生命の危険にさらされていたパイロが不藤木そのものでは無傷だったが燃料漏れが発生して 共産さながらの腐食性を持つ、推進剤、高濃度加酸化水素とヒドラジンを浴びて全身に重傷を負った例もある。ロケットエンジンの信頼性も低く爆発や故障による、不死にや墜落が続発した。空中戦の際には急角度上昇から水平飛行に移る、際の軌道に非常に気を使わないと配管内の燃料にかかる加速度の影響燃料の供給が途絶して、 ロケットエンジンが失火することがあり、また接敵できても敵機との相対速度差があまりにも大きいため射撃のタイミングを捉えるのが難しいという欠点があった。さらにエンジンの燃焼時間が短いため一度攻撃が失敗すると再攻撃は困難で燃料を使い切った後のミー百六十三は単なる鈍重なグライダーに過ぎないためダイブで振り切れる高高度滑空中はともかく 一旦着陸体制に入ると、敵戦闘機の工事となった機体下部には、着脱式のヌシリンが装着され、これは、重量と空気抵抗を軽減させるため離陸後に投下され、着陸時には収納されていたソリで滑走しつつ、着陸する方式となっていたが、このソリは細く絞った、機体下部に収納する、都合上幅が狭いために設置時の安定性が低く、 着陸時にバランスを崩して滑走路に激突する事故が多かった。さらに着陸後は自力で移動、期待できないため対地攻撃の絶好の標的とされた。ただし、搭乗員たちはその高速飛行性能を極めて高く評価し、上記の致命的な諸欠陥さえも悪女の魅力とみなして本機を愛好した。戦後、連合国軍に接収された。 Mi-163 は詳細な調査が行われ、航空技術指摘には高い評価を受けたが、ジェットエンジンの発展の前に、ロケット推進航空機というジャンルの機種は衰退し、実用機としては、m i 1 6 3ーカなど数えるほどしか存在しない。BR また、ソビエト連邦でも1942年にが飛行した。他にも、等があったが、どれも、実験段階で終わった。 しかし、世界で初めて水平飛行による超音速突破に成功したアメリカのベル X-1 や有人航空機としては2008年現在でも時速 7274km、107.970km の最大到達速度、最大到達高度記録を保持しているノースアメリカン X-15 のように実験、記録機としては ロケット推進航空機はその後も存在し、発展を続けている。また、一部の愛好家によって、実用機ではないもののシャノのようなロケット飛行機が、開発、飛行されている。Me163 の資料が、Me262 の資料と共に、日独間の連絡潜水艦便で、日本に送られ、これをもとに、極地戦闘機収水、J8M が開発されたが、 試作機の最初の試験飛行時日本機と同じく燃料供給問題が縦失速、着陸に失敗して不時期大破している。2014年に閉館した大阪市港区の交通科学博物館には Me163 のロケットエンジンの実物が展示されていた。閉館後の扱いについては明らかにされていない。データは Me163 バイトから一のもの、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。